皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は新女神転生5のファミ通紹介をしていきたいと思います。交錯する野望と思想。ではキャラクターを軽く紹介します。コンス、キャラクターボイスは檜山信之さんです。バスキ、キャラクターボイスは小松文則さんです。ゼウス、キャラクターボイスは木村昴さんです。オーディーン、キャラクターボイスは宮内敦史さんです。ジョカ、キャラクターボイスは竹達彩奈さんです。すべての悪魔を狩る者と名乗る男で、ヤクモと行動を共にする謎の悪魔です。その力の両端を解放して襲い来ることもあります。果たして彼女は敵なのか。広大なダートに散りばめられた多彩な探索要素を紹介します。これは屍の隠れ家ですかね。ダートの各地をつなぐ流血、ここでセーブなどを行えるほか、アクセスすることでショップを訪れることもできます。クエスト、ダートの探索中出会った悪魔からしばしば依頼を提案を受けることがあります。達成すると報酬として冒険に役立つアイテムやマッカ、経験値などを獲得可能です。未満を探しましょう。ダート中に散りばっているギュスターブの子分未満たち、探索の依頼を受けて彼らを見つけて報告してあげると、その数に応じて報酬をもらいます。ギュスターブか。キャラクターボイスは屋良優作さんです。ゲームの難易度は3段階から選択可能です。ハードモードが最高ランクで、ゲーム開始時にしか選べません。最低難度のセーフティーが無料ダウンロードコンテンツで、本作の発売日より配信予定です。さらなる見返りなどもあるようですね。マガツカ、道中マガツカと呼ばれる赤く大きな障害物に出会うことがあります。周囲には強力な敵が現れて主人公に襲いかかってくるので注意が必要です。クエストナビ、天の雑魚という名の悪魔と出会って行動を共にするようになります。クエストナビにとなってアイテムなどを発見して主人公に教えるといったサポート役を担っています。その他にも様々な要素があります。拾い集めて恩恵をゲット、自動販売機と異物、宝箱、五つ塚、冒険に役立つ嬉しい箱、その他魂などといったものもあるようです。では本作で美麗に描かれる悪魔を軽く紹介します。女神イズン、国立神クスナヒコナ、堕天使アドラメレク、邪竜アイトワラス、地霊カヤノ姫、魔王マーラ、魔王アモンが登場するようですね。まあ一応お金には困らないようになっているようですかね、多分。まあクエストは積極的にやって経験値などを獲得して強くするのが得策ですね。まあそんな感じで今回はこの辺で新女神転生5のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。